さん、こんにちは。田中秀吉です。今回は How to cut back 実践編をやっていきたいと思います。いや本当に大変長らくお待たせいたしましたっていう感じなんですけど、まあ、なかなか撮影するタイミングでカットバックできるような波がね少なかったんで、なかなか撮れなかったっていうのもありますし、あと自分の試合もあって試合に集中してて最近、まあ、YouTube も撮れてないっていうところでこのタイミングになってしまいました。まあ、今日 How to cut back を実践していくんですけども、今日もなかなかカットバックできる波がちょっと少ないかなって思ってますね。ちょっと早めなの、ちょっと早めなのが多いので難しいかもしれないんですけど、頑張ってやっていきたいなと思います。僕の、まあ、いつもやってる How to ですと、最初に失敗例をやって、でその後に成功例みたいな感じでやらせてもらっているので、いつも通りそのパターンでやらせていただきたいと思います。 How to cut back トーク編みたいなのも7月ぐらいアップしてるんで、ホワイトボードでターンする位置とか説明したりしてるんで、気になった方はそちらの動画も見ていただけたら嬉しいです。はい、じゃあまずこれから実践していくんですけど、ダメなパターンとして、まあ、僕が思う初心者中級者の方がうまくいかないパターンですね。それをやっていくんですけど、一つ目はボトムターンをしてカットバックする波のフェースに来た時に、大体カットバックするタイミングのフェースっていうのはパワーゾーンから外れているので、パワーゾーン外れたところでサーフボードのレールを入れるっていうのは結構ちょっと無理があるんですね。急激にレールを入れるっていうことは難しいので、ゆっくりとレールを入れていくっていうのが重要なんですよ。でも多くの人っていうのはカットバックするタイミングになった時にイメージとしてグッとレールを入れてしまってイメージが多分浮かんでると思うんですよ。なのでそこでレールを入れてしまうと失速したりバランスを崩して倒れてしまうってことが多々あるので、その失敗例みたいなものをまず1個やりたいと思います。あともう一つはカットバックで下まで来れるんですけど、下っていうかボトムまで来て切り返すところまで行けるんだけど、トップに上がっていくことはできないっていう人も多いと思うんですね。ボトムターンしてここまでこうやってきて、この辺までは来れる、この辺までは来れるんだけど、こっから上に行くことができないって人結構いると思うんですよ。こうやってカットバックのここまでひねっていくっていうのは体の使い方で、ここまでっていうのは意外とできる。でもここからひねってトップに上がっていくっていうのはちょっと難しいというかできなかったりするんですよ。でそれはなんでかっていうと、こうやってきてここまで来ますよね。こっからトップを見る、体をこうひねってトップを見るっていうのができない。ここまで来たら覗き込むようにしてトップを見るっていうのが重要だ。なんとなく分かってます。その辺見ちゃうよね。あ、そうそうそう、うん、目線がそこで止まっちゃうんですよ、うん、だからそれもやります。これイメージできた。はい、でこの2つの失敗例をやった後に成功例をまた説明してやりたいと思うんで、まずはじゃあ失敗例やって成功例をやりたいと思います。上がってきて成功例ちょっと話しさせてください。いいですか？ OK。 失敗例終えてから成功例を話したい。いいですか？ OK。 お願いします。久々の出番だよ。久々の出番だ、ハウトゥー。嬉しいよ。はい、じゃあ頑張ろう。頑張りましょう。お願いします。頑張ろう。じゃあちょっと行ってまいります。行ってらっしゃい。はい、お願いします。
疲れ様でした。お疲れ様でした。大丈夫でした？失敗で。あのね、今までの中で一番できない人の演技がうまくいってた、うん、と俺は思う。マジっすか？うん、あのね、秀吉くんがやってるのを見てポイントがわかる。本当っすか？うん、まあ、よかった。俺飯田さんにダメ出しされるかなと思ってヒヤヒヤ上がってきたんですけど、もう最後ロングライディングしちゃって、うん、もうちょっと一回上がってみようと思って疲れちゃって。大丈夫ならよかったです。あの、いろいろ気にしなきゃいけないことがいっぱいあるけど、はい、目線なのかな、一番大事なの。あ、そうっすね、目線も一個大事で、あと、うん、トップでセットするときにこうレールを思いっきり入れようとしないことと、こうレールをグーって入れようとしないことと、なんていうんですかね、こうゆっくりボードを正面に向けていく感じですよね。それがトップでのセットの仕方なんですよ。むしろそんな上がらなくていいみたいなぐらいな感じですよ。トップに行きすぎてレール入れようとすると止まっちゃうから、だからもう下に向けていく感じでヒューってセットしてグーっていったら、あとはグーってここまで返すことができたら、あとは目線なんですよ。うん、はい、今僕やった失敗例っていうのは、まあ、このレールを急激に入れてしまうことと、あとは下まで行けるんだけどそこからトップに行けないっていうのをやったんですね。うんうんうん、でこの後に成功例をやりたいんですけども、成功例は、まあ、重ねて言いますけども、波はこうあるとするじゃないですか、うん、こう来てトップに上げすぎてしまうと、もう失速しちゃうんで、もうパワーがないから下に行くことが難しくなるんで、トップに上げすぎない、逆にもうどんどんショルダーがなくなっていくんで、サーフボードを下に向けていくイメージでグーって持ってくることがまず成功例でやるんですけども、あとはなんだろう、すごいいいタイミングでボードをトップセットできたとしても、急にレールを入れてしまうとやっぱパワーがないから、自分の詰まってたね、なんかね、そう、自分のその体維持できないんですよ。押し返してもらうものがないんで倒れちゃう。だからこそゆっくりゆっくりこう、ゆっくりというかボードを下に向けていく、こういう感じで、うん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 、もうこれをこうやってやっちゃうとダメなんで、うん、もうゆっくりゆっくりこう向けていって、ここまでは大体みんな来れるんですよ。こっからこう上げるには、こうセットしてきてボードが正面を向いて、波のパワーがだんだんボトムに向かっていくと出てくるんですよ。なぜならば後ろの波がどんどん前に詰まってくるわけじゃないですか、うんうん、ボトムにパワーがどんどん溜まってくるんで、トップはショルダーがないからパワーないんだけど、だんだんボトムに向かっていくとパワーがグッってくるんで、このパワーが生まれるところでバックサイドボトムターンをイメージします。バックサイドボトムターンをするってことは、僕のバックサイドボトムターンの動画を見ればわかるんですけど、僕のバックサイドボトムターンで教えてるのはトップを意識しろってことなんですよ。ここを見なさいって、トップのリップを見てくださいっていうのを言ってるんで、あのまずバックサイドボトムターンできない人はこれ動画見てやってからカットバック練習入るとよりやりやすいんで、それをまず見てください。でここでバックサイドボトムターンセットするってことは、トップを狙ってバックサイドのボトムターン入るわけだから、自然的にこっちに後ろから向かってくる波のリップを見ようとする、うん、遠く辺でやったんですけど覗き込むって言ったんですよ。ここからボトムターン入ってグーって来て、ここの辺まで来たらボトムに力が溜まってくるんで、グーって来てこの辺からもうこう覗き込む感じ、こういう感じで、このリップをグッとこうこういう感じで覗き込む感じ、わかりますか？わかる、いきますよ、うん、こうやってきて、うん、こういう感じで、うんうんうん、こう覗き込むっていうことは見上げるっていうよりはこう覗き込む感じ、うんうんうん、ね、見上げちゃうスタイルだと、うん、こう上げられないですよ、うん、ずっとこの感じでゆっくりと登っていく感じになっちゃうんで、うん、見上げちゃうと覗き込むっていうのはちょっとえぐる感じなんですよ、うん、ここからこう振る、うん、ここで覗き込むバックサイドボトムターンすると、うん、グンって上に真上に上がれるんですよ、うん、だから成功例ではそれをやります。はい、カットバックできるかできないかで結構メリハリが全然違うじゃない、その見た目の。あ、はいはいはい、だから冬の間にね、毎年できるようになろうと思うんだけど、なんか毎年さ気持ちよく滑って終わっちゃうんだよね、春先まで。これね、ちょっと俺分かりやすかった。あ、本当ですか、うん、あ、よかったっす、うん、そう、あのやっぱり今飯田さんが言ったようにサーフィンって気持ちいいもんだから、うん、自分がやっと掴んだ波で気持ちよく滑っちゃうんですよ、うん、でもやっぱ何かの技を体得しようって思った時に、やっぱ転ぶ覚悟ってめっちゃ必要で、うん、この冬だんだん人も少なくなってくるんで乗れる数も多くなってきますし、練習するって決めてやってもらえたらなと思います。だから今僕成功例やりますけど、それが何かのヒントになればいいなと思います。じゃあとりあえず成功例を今やってみます。お願いします。お願いします。
い、今成功例をやってきました。いきなり風が強く吹いてきたんでちょっと中に入ってきました。成功例、皆さんこれ動画を今編集で入れてると思うんですけど、わかりますかね。わかると思うよ。わかりますよね、うん、はい、うん、まあさっきも言いましたけども、まずは最初にアップスしてボトムターンして波のパワーゾーン外れてしまってショルダーの方まで行ってしまった時ですね、カットバックします。でその時にもう本当にトップに行き過ぎず、そしてまたレールを入れ過ぎずボードを下に向けていく感じで波の、そうですね、ボトムの下からだと真ん中より上下、真ん中ぐらいですね、大体。でも、うん、分かる分かる、ね、真ん中だよね。真ん中ぐらいからレールをグッと入れてバックサイドボトムターンするイメージでグッとレールをこう入れてってあげて、うん、で、下の方までこうひねることができたら、あとはもう先ほども言いましたけどバックサイドボトムターン、覗き込むバックサイドボトムターン、グッグーンみたいな感じですね、うん、あ、イメージ的にはアップスボトムターンセットして緩やかに入れてきて波の半分ぐらいまで来たらグーッと腰落とす感じでレールを入れてバックサイドボトムターン、そしてそうですね、サーフボードがこういう角度、こういう角度、こういう角度ぐらいまで向けることができたら、わかります、こっちは波ですよ、この角度、こっから覗き込む、ひねり込みだ。で、あとはもう返す、リップまでヒットしたら返すっていうのが成功例としてやらせていただきました。まあ僕がこのハウトゥー動画でね言えるのはこのぐらいの範囲でですねお伝えさせていただきたいなと思います。 YouTube でお伝えできる範囲はまあこのぐらいかなと、はい、本当にバックサイドボトムターンイメージしてセットしてるからその方がね本当にレールが入るんですよ。何がいいかっていうと、うんうん、うん、バックサイドボトムターンイメージせずにやってた時よりもバックサイドボトムターンイメージした時の方がサーフボードにプレスが乗るというかプレスがかかる。なるほどね、うん、バックサイドボトムターンしようっていうイメージだと腰が落とせるんですよ。グッてグーンってこうボトムターンってのはやっぱりこうプレスですから、フワン、それがやっぱイメージするだけで自然とできるから、あのめっちゃいいヒントになるかなと僕では思ってますね。これ見てね、冬の間にできるようになろうと思いますよ、はい、あ、本当飯田さんができてるからマジ確認しますからはい、本当にやってみてください。いや本当にやる俺、うんうん、カットワークのタイミングしたなと思ったらボックサイドボトムターンのイメージでトップを見よう、トップを覗き込もう、やってみてください、まず、はい、まあこれもね、はい、僕が言ってすぐできるパターンもあるしできないパターンもあると思います。それはやっぱり練習ですからすぐできるっていう方が本当まれなんで、ある程度上手い人はできちゃうかもしれないですけど、いろんな人に言ってますけどやっぱり僕が言ってるのを聞いてるだけでできるっていうことはないんでね、はい、まあ、本で言ったら本読んで知識は得たけど、まあ、それを行動に移さなければ何もならないみたいな感じで、もうやることでしか得るものないんで、人も少しハゲてきて、はい、練習しやすい海になってきたから今始めた方がいいよね練習は。まあそうですね、だから本当に冬、うん、一生懸命練習した人がやっぱあったかい夏の時期にいい成長を感じれるんですよ、うん、冬乗り越えた人だけしか見れない景色ってあると思う、うんうん、分かる。そうだから冬皆さん頑張って練習してほしいなと思います、まあ、僕も頑張って練習します、はい、毎日やって、うん、なんかまた気づいたことがあれば動画にできる範囲でお伝えできたらなと思います。というわけで今回は締めていいですか。締めていいです、はい、今回はバックサイドボトムターンじゃねえや今回は初心者中級者が絶対に知るべきカットバック実践編ということで動画を撮らせていただきました。何か役立ったりいいと思ってくださった方はいいねボタンとあとは動画をシェアしてもらえると嬉しく思います。はい、まあ、ちょっとねこれからはね月2回ぐらい頑張って投稿できたらなと思います。いろいろやることも増えてるんで、まあ、頑張って月2回ぐらい投稿していけたらなと思いますので、今後とも田中秀吉 YouTube チャンネルよろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました